はいかがお過ごしでしょうか。皆さんこんにちは、リナです。今週は第9回目ということで、今月は大きいことはいいことだをテーマにダイナミックな料理をじゃんじゃん紹介していきたいと思います。今日も最後まで見ていてください。ということで、気になる最初のダイナミック料理はこちらです。オニロング知ってますか。一言で言うと細長いおにぎりで、いろんな具が入ってるので、いろんな味も楽しめて、さらにインパクトもあるっていう、こう息子に持たせたいおにぎりナンバーワンですね。いないですけど、私はまだ。今回はこの、オニロングを、可愛いオニロングを作ったのりぴーさんから、作り方やコツを教わったので、そのレシピで作っていきたいと思います。のりぴーさんから、メッセージをいただきましたので読ませていただきます。りなちゃんがオニロングの断面を見てワオってなる顔を楽しみにしてるよ。綺麗な断面が出るのを祈ってます、とのことです。ぜひそのワオが出るように綺麗な断面作りたいと思います。レッツクッキングでは材料紹介をします。カニカマ、ウィンナー、ヤングコーン、茹でたオクラを入れたちくわ、ほうれん草ナムルと人参のナムル、こちら黒ごまと、じゃあご飯と海苔です。では作っていきます。まず、まな板にこうラップを長く引いといてください。最初に登場するのは海苔です。海苔をこういう向きで横に3つ並べます。次はご飯をお茶碗1杯分薄く引いていきます。目安としてはこう海苔を巻いた時にこう端と端がくっつくぐらいの量をこう入れてください。でご飯を入れたら具を置いていきます。まずはちくわを置きます。次に人参のナムルを置いていきます。多分この全部具の高さが同じの方が綺麗にいくと思います。ヤングコーン、ほうれん草のナムルです。ナムルは水気をよく絞ってからのせてください。ウィンナー、カニカマをこういう縦に置きます。で、また同じ繰り返しです。はい、並べ終わりました。この具の上にご飯を薄く重ねていきます。巻いた時にこの具の側面が隠れるように、この下に乗っけるご飯は少し多めに薄く乗せてください。包みます。では海苔が馴染むようにラップできつめに包んでいきます。この特に底になる部分は海苔で蓋をするように包んで、しっかり包んでください。はい、包めました。10分置いて海苔を馴染ませます。では10分経ったので切りたいと思います。ドキドキ。断面ラップの上から切ってください。で、下まで切らずに下のラップだけ残してこう割れるようにします。包丁は、濡らすと綺麗に切れるそうなので濡らしましょう。では断面まで3、2、1、パカッ。どうですか。わー、上手。私めっちゃ綺麗。やばくない。じゃじゃん、オニロング。では最後の仕上げにソーセージに黒ごまをのせます。完成です。のりぴーさんいかがですか。この具もすごいカラフルに並べられて、
可愛い鬼ロングができたかなって思います。では出来上がった鬼ロングをインスタ用の写真を撮りたいと思います。こんな感じに綺麗に撮れました。すごい春っぽい鬼ロングが完成しました。ハッシュタグ鬼ロングとハッシュタグクッキングラブをつけて投稿します。実際に私が撮ったこの写真はこのリナインスタご飯のアカウントで公開されますので、そちらから見てください。では完成した鬼ロングを食べてみたいと思います。ホットドッグみたいな感じで、いただきます。かぶりつくものじゃないですね、これは。あ、切って食べましょう、みんな。でも、美味しいです。ということで、鬼ロングはいかがでしたか？本当にもう、ご飯のっけて、具のっけて、ご飯のっけて、巻くだけっていう、すごい簡単な手順なので、見た目もすごいカラフルで可愛いし、いろんな具を入れてみても楽しいので、ぜひ、オリジナルの鬼ロング作ってみてください。チャンネル登録、インスタのフォローをお願いします。ではまた来週、バイバーイ。おに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 